い、こんにちは、岩根です。今日はですね、顔の構造っていうことの解説をしたいと思います。で、顔の構造なんで、基本的にはキャラクターデザインによってだいぶ、印象変わると思うんですけども、まあ基本的な顔の構造っていうふうに捉えてもらって、あとはまあご自身のそれぞれのキャラクターに合わせて微調整してもらえたらいいのかなって思ってます。で、まずは正面の顔、なんとなく変えていきます。こういう場合も左右の高さを合わせるっていうことで定規を使ってバッチリ描きましょう。今だいたいこれぐらいに目があるとして、鼻で、まあ、口、まあ、ここら辺はそんなにこだわるところじゃないんで、これぐらいでいいでしょう。で、首を描いて、で、耳の高さどれぐらいにするかっていうのは悩みどころなんですけども、だいたいメガネ、このキャラクターがメガネかけたらいい感じになるかなっていうところに耳を描けばいいのかもしれないです。で、ここのところ、正面から見た時の輪郭は主にこの顎っていうか、で、このエラのところで、あと上が丸くで、まあなんとなく六角形っぽい感じで描きゃそれっぽいのかなっていうふうに思います。で、まあこれを仮に1番として、ここからちょっとアニメーションっぽく描いていきますね。で、もう最初にもう真後ろを作ってしまいましょう。9番でもう正面をそのまんまなぞって、耳を後ろから、これだから後頭部ですね、こんな感じで、これ後ほど使いますね、後ほど使う後頭部で、まずは5番にあたる、横顔作ります。で、そういう時もこの高さを基準にやるとあんまり印象の違わない顔が出来上がるんじゃないかと。だから正面向きと横向きとでなんとなくキャラクターが違うように見えるっていう場合は、こういう高さが違ってる可能性があるんで、そこら辺を注意してもらえるといいかもしれないですね。で、鼻、で、正面よりも横から見た方がちょっと頭の幅を広く、で、首はどっちかっていうとやや傾いてますね、こういう風に。で、目は横から見ると、まあ目と眉の構造のとこでもお話ししましたけども、まあ三角形っぽく、で、眉毛、だいたいこんな感じで、で、耳は、まあ、僕の印象やと思ったより後ろについてる感じ、真ん中よりも後ろについてる感じの方がリアルな気がします。まあそこら辺もキャラクター性によって適当に調整していってください。で、まあこんな感じで横顔、まあこれを仮に5番します。で、次にこの中間の3番ですね、3番を描きます。で、3番、ちょっとね、今電気入れますね。こういうのはトレス台使った方が早いんで、まあいっぱい、なかなか普通の家庭にはないかもしれないですけども。で、鼻の位置をまあだいたいこれぐらいで決めて、こういう感じで間の絵を入れていきましょう。ですね。で、鼻の位置、今ちょっとこれもしかしたら見えづらいかもしれないですけども、正面の顔が真ん中にあるとして、鼻
鼻の位置がこういう風になるんですよね。で、これの中間の鼻の位置がどこかっていう風に言うと、この線でいくとここら辺なんですよ。ここら辺、鼻の頭が。ただこれは線の間がそうなってるだけであって、三次元的に言うとこれぐらいなんです。それはなぜかというと、こっち側からカメラで撮ってるとして、ここに鼻がありますよね。あの上から見た図ですね。上から見た図、ここに鼻が正面あるとして、横向きの鼻がここにあるとして、でここが90度要するに首動きますよっていう時に、中間っていうとこう45度ぐらい、だいたいこれぐらいなんですよね。でこの45度の位置をこっちから見ると、こういう感じで外側に詰まって見えるんですよ。こんだけ違うんです。でこれはなぜかっていうと、あの高校の数学で習う三角関数で、思い出していただけると大体なぜこうなるかっていうことがわかると思いますんで、まあとにかくあんまり理屈じゃなくても、とりあえず外側、横側の方に詰まる方が自然であるっていうことを覚えておいてください。これ特にアニメーションでは非常に重要で、アニメ界に入るとまずそういうことを仕込まれます。あの三次元的に動かすっていうのがどういうことかっていう、漫画とかイラストとか透明の絵だったらさほどそこは問題にならないかもしれないんですけども、アニメーションの場合はそういうのが非常に重要になるんで、まあもしアニメーションをやりたいっていう人がいたら、そこら辺注意して間の絵を入れてもらうといいのかなって思います。で、さっきまで、正面だとこういう風に顎が輪郭を、顎っていうかこのエラの部分ね、エラの部分が、輪郭を表してたんですけども、中間の絵になってくるとこっち側、この絵でいうとこの右の顎っていうのがもう隠れてしまうんですよね、輪郭の方に。で代わりに輪郭を出してるのはここ頬骨なんで、こことここ同じように、輪郭がの角っていうか飛び出してるところを表してるんですけども、この2つは意味合いが違うっていうことなんで、そこを注意してもらって、だからここの場合で斜めぐらいになってくると、エラと顎の突起 と、小さくなってる、奥まった方の頬骨で、ここら辺からだんだん、彫りの深さっていうか額がせり出してくる感じですね。でこれが3番です。で次1番と2番の間、1番と3番の間、同じように紙入れていきます。まあでもここら辺は比較的中割り、あの動画でいうところの中割りとしては楽な部類ですね。そんなに大きく印象が変わらないんで、ここら辺だと顎が優先なのか頬骨が見えるかは微妙なところ。ここら辺だったら顎っていうかエラは見えないでしょうね。これぐらい、これぐらいでよっ、こういう感じ。これが2番、わかりますか。こういう感じで回っていきますね。で次3番と4番の間を、3番と4番では3番と5番の間に4番を入れていきます。でここが非常に微妙な角度、もうほとんど横顔に近づいてます。だからもう気持ちは横顔なんですけども、まだ完全に横じゃなくて
でリアルで言うと多分こっち側奥があった方の目ん玉が飛び出るぐらいの感じ、輪郭からギリギリ。ただこれはやっぱりキャラクター性によるから、漫画っぽいキャラクターだったら輪郭に目玉を収める、こういう感じで収めてしまった方が見栄えはいいかもしれないですね。ただ多分ここら辺から目ん玉が飛び出してきます。で口の方は全体的に尖ってるんですよね、人間の顔って。だからこっちはもうほぼ横顔に近い感じで捉えていっていいかと思います。でも一番ここら辺微妙な角度ですよね。だからこっち側はまだ向こう側が見えるけど、口の方はもう向こう側は見えなくなって、完全に隠れてしまってるって横顔的な捉え方。もうちょっとこっち側はこれちょっと近すぎるな。どれぐらい？だからおでこは多分この辺なんですよね。おでここの辺で目のくぼみがこうなってる感じで、ここら辺が頬骨。だから立体としてはこういう感じかなって、なんとなくですけど、こんな感じで。これが4番で、次5番から9番。さあこっからがね、だんだん書きづらくなります。はい、まずは7番書きましょう。鼻がね、もうここのあたりになるともしかしたらもう見えないかもしれない。こういう感じで、こっち側の頬骨がだんだんこう輪郭の方に出てきますね。で、耳がこれぐらいかな。まあ、こういう微妙な角度、イラストとかだとあんまり描くことないかもしれないんですけど、アニメーションはあらゆる角度を描かなきゃいけない時があるんで、こういう微妙な描きたくないような微妙な角度、多分この角度が一番描きたくない絵にならない。気持ちいい鼻入れ、あーどうかな、なくてもいいか、ない方がいいな。こういう感じでもうちょっとおでこを引っ込めて、こういう感じ、描きたくない角度ですよね。こういう感じ、もう鼻とか口とかはなしでいいと思います。これぐらいで、でなるべくこういう角度はもう避けましょうっていう絵にならないんで。これ7番で、次6番はまだマシ。6番はどっちかっていうと横顔に近い感じで、イメージ的に鼻が引っ込んでいきますね。奥側へ回り込んでいくんで。で、耳。で、目もちょっとより縦長になってきて、なるべく避けましょう、一枚絵だったら。よし、こういう感じ。これが6番、5、6、7、こういう感じで回り込んでいきますね。で最後に7番、9番。
もう7番と9番あたりになってくるともうほとんど顔が見えないんで、ほとんどっていうか顔が見えないんで、まあそこら辺はもう輪郭と耳だけで処理してる感じなんで、まあこれは描きやすい。8番、まあ8番はこんな感じで、真後ろに行く。だから意外とこういう角度は使い勝手がいいかもしれないですね。7、8、9、ゆっっていう感じで、でこれを全部重ねると正面から、よいしょ、6、5、4、3、2、1、はい、パラパラってできるかな。こういう感じで1、2、3、4、これなんなら後で撮影してアニメーションでアニメーションファイルとしてあげますけども、こういう感じになります。で、今説明したのがだいたい人間の顔の構造を回り込んだ時のっていうことなんで、まあ、あとは各自の絵柄に合わせて、調整していきながら、そういうデフォルメされた、輪郭っていうかの意味っていうのはこういうことですよっていう解説ですんで、まあそれぞれのイラストなんかに活かしていただければなと思っております。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。